取れるよね。オッケーオッケー、よっしゃ、取ったぜ。ああ、もうね、ああ本当にありがとうございます。はい、皆さんこんにちは、ピカです。エルデンリングやっていくよ。はい、ここね、モーン城なんですけど、まあ、イレーナだったかイリーナだったかな、ちょっと待ってね、イベントリーね、わからんね、父にね、ここに残ってる父に手紙渡してくれて頼まれたのありましたよね。そしてその父の場所わかんねえわって、なんか最後ボス倒したライオン見たやつだったかな、うん、そいつが父だったのかなってまあ言ってましたが、どこだ、ここかな、え、こっから登ってきたのか、ここかね、階段こういうとこあって、まあその階段降りたところにいるみたい、うん、いるみたいっていうかいたんですよね。まあ動画見てちょっと分かったんですけどね、ここかな、違うか、ここじゃないか、うわっ、落ち着かんかい、たわけがこの野郎、ここじゃないな、もう一つそしたら階段あったからそこだね。まあ取り残しのアイテム、ここも来てなかったんだね、そしたらね、うん、了解。そしたらもう一つの階段はね、もう一度違うよなと、うん、もう一度この階段に登って、そしてこっち側、まあちなみにあそこが周回してる広場ね、うん、まだ半殺しにしかしてないから半分残ってますけど、ここね、ここで、敵はこちら側にはいないか。あ、ここあれか、かがり火の、あ、祝福のとこか。あっちなんか戦ってんぞ。あこが？え、あ、兵隊と戦ってる。でも兵隊も敵なんだよね。うん。兵隊も敵なんだよ。まあまあまあ死んでもらいましょう、いて死んでもらいましょうよ、どうせならば。よし、であいつこいつちょっと厄介やから、押し落としとけ、で活躍中のことすいませんけど死んでいただきます。でどっから、あっから来たよね、兵士2人ぐらい生き残っていたが、あ、この上か、そう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 、この上だ、うん、怖い、じゃあほんと反動で落ちるかと思ってね、あ、これだ、あれだ、
敵いねえよな。オッケー。ああ、there's a face I've not seen before. I'm Edgar, warden of this castle, as ordained by Lord Godrig himself. But you can see how things have turned out. The menials have all rebelled. They gave me good service, or so I thought. But it seems it was all an act. Foul creatures, as it said.And true enough, they're foul inside and out. I'm sorry to disappoint you, but whatever you come here to do, I'm afraid Castle Morn won't hold much longer. Take this, by way of apology. おー、ありがとう。イレーナね、イレーナの手紙を渡す。I see. From Arena. Thank you. I'm in your debt.But I can't leave yet. Even if the castle should fall, as commander, I must remain to ensure the treasured sword of Morn does not fall into the wrong hands. 何?剣? If you see Arena, do tell her that her father will come for her once he's fulfilled his duty. わかりました。ああ、わかった。じゃあ、イレーナさんのとこに行こうか。すすり泣きハント。もしかしたら、イレーナさんの涙のことを言っているのか。あとそれとね、言い忘れていましたけど、ラダンの隕石落ちた場所に、半狼のね、名前忘れたけど、あいつがそこで待っているって、隕石落ちた場所で待っているって、まあ僕の自分の動画確認してた時にセリフ確認したんですけど、まあそこで待っているらしいね。で、そこの隕石落ちた場所がね、このリムグレイブのとかここら辺みたい。うん。はい。で、この、下に入っていったら、まあ、自分の分身できるような、戦牌がね、あるらしいんで、それもちょっと手に入れてみたいかなと思います。で、秘宝。ここに行く目的は、ラニがここの下にある、都市で秘宝を取ってきてくれと頼まれていたんでね。うん。まあそういう感じですね。これ終了しましたら、まあ行けたら行こうかなと思います。多分行けるでしょう。そしたら、イレーナさんにね、会ってきましょう。どっちだろう?I'm in your debt for keeping the sword from those fallen creatures. I'm no longer bound by duty. Once I've rescued Arena, I will spend my remaining days with her. そうか。うん。順序的にね、先獅子をね、倒してしまったら、ダメだったらしい。こういうのあるからね、ちょっと混乱するんだよね。ただでさえ難しいのに。まあ、獅子を、さっきね、剣をそいつに渡してはいけないって言ってたんですよね。それが役目だったらしい。で、その獅子を俺が倒してから、
話したら今の話になるんですが、まあ獅子倒してしまった場合で話しかけると、連続で話しかけても、あ、獅子を倒したのかという展開ではなく、一度そこでか、あの祝福で 休んでもう一回話しに来ないと進まないらしい。うん、こういうのちょっと混乱しちゃうよな。まあスムーズにをね、セリフ入れてくれれば本当ストーリーもっともっと楽しめると思うんだけどね。うん、もう僕はこういうストーリーもね好きだから、ストーリー楽しみたいんだけどな。うん、途中でなんかプッツンプッツンとね、ストーリーが途切れちゃうような感じになっちゃうんですよね、することわかんないから。オッケー、これでもう完了なのかな。うん、できる。あ、違う。うん、一応攻略確認すっかな。うん、オッケーっぽいね。オッケー、そしたらここ行きましょうか。うん、ここ行きましょうか。みんな見てあれね、隕石というか、まあ、地表の石なのかね。うん、隕石落ちた衝撃で浮き上がっているのか。ちょっと待って、朝にしよっか、ね、夜もまあ綺麗だけど、まあ夜はね、この木がねすごい綺麗だよね。うん、曇り空やんか。そしてこのね、下の穴、ここに入っていくみたい。あそこからこう落ちていくのかな。どの高さからじゃあ。ここ行けそうで、あ、ここ行けそうやね。あ、こういう風にくぐっていけばいいのか。くぐっていけばいい、ぐるぐる回っていけばいいのかな。あ、ここ行けるか、行けそうか。あー、あこがー、おっと、今度はすっげー綺麗に晴れてる。おお、これはちょっと降りるんじゃ。これは綺麗だな。記念写真撮っときたいくらいだ。これどこよ、ここかな、わかんねえな。あ、ここっぽいな。あれ、ちょ、ランタンつけろ。オッケー、ここや。おっと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 、
ちてもいいのかな。わかんねえなこれ。こっから落ちてもいいのか。ちょっと待つんじゃあみんな。これだ。良さそうだ。よし。で、ルーン取って。で、ここもね。ここでいいよな。ここは何もないのか。ないね。で、あっち行けばいいと。よし。OK。よし。OK。永遠の都ノクローン。ああ神秘的やね。なさあ問題はか祝福まで安全に行かなければまた落ちるところからやらなければいけないからね。ここでいいのかな。うん、漏れる、漏れそうです。あれは虫だ。あれは行って、あれは虫です。どこ行くのこれ。こっちか。これは虫虫虫、もう虫。てんのか。そのつつくのやめて。つつくの俺あんま好きじゃないの。投げ払いにした。霜積み使えばよかったか。うん、そしたらこっからどう行くんだっけな。ね、ほぼね走り抜けなければまたねこれいけないみたい。え、鈴玉レベル1か。馬使える？使えないね。あれは、これはスズランっぽいぞ。オッケー、レース型だ。これは嬉しい。まあ、取れただけでも嬉しいよ。死んでもいいよ。もうオッケー、行くぜ。で、どこ行くの。
ね、動画見てるのと実際やるのと全然違うよね。ああこういう道行くんだって思楽勝やねか楽勝じゃないかって思うけど思ってたんですよ。迷ってる実際。あスズランいっぱいあるよ。これはスズランパラダイスじゃねえか。ちょっと道わからん。なんか取り方とかって出てったから、お位牌だぞ、出てたからいいアイテムなのかな。ちょっとこれわかんねえわ。もう一度攻略見直す必要性がある。いやーかなり長いぞ。覚えれっかな、ここね、まずね、ここ入っていってっと、そしてこっちか。ちょっと待って、なんか自分との戦いあるみたいよ。あいつ来る？来ないよな。自分との戦いあるみたいよ。もうこう霜踏みパラダイスだよこれ。これスルーなしかよ、絶対かよ。相手召喚してくんのかな。うわっ、お前それ、お前それちょっと卑怯じゃない、それ卑怯じゃない、お前ちょっと卑怯やよそれ。それ使うべきことじゃないよ。うるばれろ、お前どんだけ飲んでんの。オッケー、あーじゃあ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 、そのくらいにしとけ。なんだこれ、銀しずくの仮面。あー見てみるか、これか。なんだこれ。スライムみたいやつやね。でもかなり優秀っぽい。いいよ。でここからがまた長い。ここ馬乗れるか。乗れる。どっかでね降りなければいけないんだよね。どこで降りるんだろう。まだか、あこか、あこか、ここか、ここだ。よしよしよし、わかりそうだ。でこっちから行って、こっちよ
進め進め。おお、バレる。オッケー。よし、行けそうだぞ。俺でも行けそうだ。ここジャンプかな。うわあ、ジャンプ。うわー、はい。俺ほんとスーパーマリオほんと苦手なんだよね、スーパーマリオ系統ね。え、あ、でこう行ってジャンプ。なんか後ろにいるっぽいから。オッケー。これでまあこいつは無視もらったところで一発ね。でこっち、そしてここ降りるんだったよな。オッケー、ここを登ってで、こう下でいいのだろ。 OK、 よし、これで OK、 着いたぞ。おっと、これ取れ。よし、これでここに行って、え、なにこれ。あ、石の鍵か。持ってるかな俺。あ、持ってた、よかった。よっしゃ。で、あいつしゃがめないの。しゃがめない、あ、ちょっと待って、しゃがめるやろ。ぶっすりと言って、ぶっすりとな。でしも、よし。あれ、大丈夫、いける、取れるよね。オッケーオッケー、よっしゃ、取ったぜ。ああ、もうね、ああ、本当にありがとうございます。よーし、そしたらんー、どうすかな。まあそうね、ラニに報告は次回にしよう。はい、それではね、今回はここまでにしときます。ではまた次回、まだだな。秘宝取らなければいけないんだよね。うん。秘宝をここで取って、ラニに渡してきましょう。はい、それではまた次回お会いしましょう。またね。